こんにちは、ブルーホースです。100年目に破産する社長、ブルーホース社長やっていきたいと思います。10年目ようやく10分の1到達しましたね。ということで早速4月新学期やってまいりましょう。サイコロコロコロミコロコロ合わせてコロコロ日本橋、なんだかんだで結局こいつあれ収益で2億じゃあ10億とか入ってくるからでかいんだよな。それが大きいんだよな本当に。ということで、5、ヒュイ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 。で、こいつは相変わらず小銭を稼ぐのが好きなんだよな。あと22マス頑張ってください。ボンビー、お、テレポートカード、お、テレポートカード手に入ったらいいよね。あ、残念でした。はい。稼ぐだけ稼ぐ、あと、はい、金だけ分取られておしまいしてください。ということで、10年目、4月早速やっていきましょう。あと3マスだから、とりあえず普通にサイコロ振りましょう。5。武田買いましょう。武田全部買う。おお、すげえ。キキレンタロウ。へえ。何だったっけ、あの日本の歌をたくさん作った人だよな。あの赤トンボとかだっけ。違うな。赤トンボは違う。あ、何だったっけ、忘れちゃったな。ごめんなさい。さて、5月。みんな5月病とかかかったことある？ねえ、大変だよね。ゴールデンウィークだってさ、幕開けが休みから始まんじゃん。いや、幕開けが休みから始まってさ、なんかさ、いきなりさ、20日働けよとかって言われてもさ、で、ペイ、何ペイなんだろうね。ビンペイかな、ビンペイ。で、これ、ひだだっけ、なんだったっけ。とりあえず、3、ごちそうさまでした。どうしよう。ちょっと待って、ちょっと待って。1、あ、逆からいけるのか。じゃあ私は一世一代の大博打当たり外れさ、いつもこういう人生なんだもんね。たまには当たってくるトピックス6月です。よっしゃー、赤がいい照明をニュル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 濡らして、中指をぐちゅっと入れて、アムおいしい。ってこれみんなどのあたりにいんのよ。そんなことはどうでもいいんだけどさ、陽気比。まあ、あとお前本当に小銭稼ぐのが好きに、32マスじゃ42マスと20、はい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 。うわー、なんかすごい一気に攻めてくるね、攻め出してくるね。はい、あっちゃー、もうちょっとでマイナスだったのに、お前も意外と持ってんだよな。絶対こいつ許さねえからな。おーっしゃー、ハリハリしてっからだよ。ちょっと待ってね、星飛びも使いたいけど、ぶっ飛び特急、あ、スペシャル、あ、でも、あ、そか、スペシャル使えばよかったじゃん。しまった。はい、じゃあ、6マス。6マス、ワン、ツー、サン、シー、ゴー。はい、近づいてきているところ申し訳ございませんでした。お前たちの出る幕はないもんね。てか、もうちょっと引き付けたからでもよかったかもしれないですね。ちょっと、あれだな、行き急いだかもしれないですね。うん。ちょっと、みこすりハンだったね。ごめん。5億、22億、4連続。これ本当に俺、果たして破産することできるんだろうか。皆さん頑張って破産させてくださいね。宮城、一気に遠くなったな。てか、サンマってさ、最近さ、高い上にさ、全然さ、大きくなくない？細くて脂の乗ってないサンマばっかりがなんか売り出されてるじゃん。まあ、俺の通ってるスーパーがそうなのかもしれないけど、皆さんがね、なんかちょっといいところとかって言うの、おー、あーってか、こいつ近いんじゃね？え、こいつ知見じゃねえか。ちょっとそれは認められないですね。買うんかい、本当に。メイド喫茶好きやな。お前確かこの間もバカ、お、来たー。陽気比がまさにボロボロになっていくかもしれないんだよねえ。あしたきたー、全財産を失うなんて。あ、です、なに、え、お初お目にかかります。あなたは一体誰だ。電車かと思ったら後ろ完全に牛車じゃねえかよ。どこから聞き慣れたキングボンギー陽気比、お前日頃桃太郎ですとかで話を読む前にどんどん流していくんじゃないよ。物件駅、え、ちょっと待って、これってさ、あ、俺もやられんじゃないの。俺もおめえもやられん。あー、マジかよ。15、これ、え、待って、お前ほんまいらんことばっかしやがるな、このクソ野郎。おい、陽気比、お前国に帰れよ。マジか、うーわー、へえ。ちょっと待って、違う、25、18億5000万と
13、36億。うわー、ありえねえ。こいつしかもしれっと宮城に近づいてってやがるし、36億。そしてお前雷神、お前全然被害受けてねえべ。うーわ、全くもってクソやん。うーわ、最悪。なんでこんな全部遠いところばっかりなのよ。とりあえずぶっ飛んでいきましょう。でも、あれだよね。あいつに近づくことによって、俺が別に何かしらの被害を受けるっていうことは、まあ、まずないっていうこと。なんだ。ポイントアップキャンペーン、やった。やった、20%。どうしようかな。牛飛び特製レシン。ちょっと待って、今、どんだけ、2個か。まだ31マスあるし、よし、じゃあ新幹線2枚買いましょう。しかも 20% アップでしょ。じゃあこれ現金で買った方が早いもんね。いいよな、現金で買う時代っていうのがいいよね。7500万円。おお、新幹線1回買えるじゃないですか。てか、マジでこいつなんなん、ほんま。クソの役にも立たないどころか、ただゴリゴリに被害を与えてくるだけじゃん。うわー、またオカマ掘られてるよー。でっけーなー。ほんで、戻れ。そうそう、戻れ。戻ったとこ、うわ、カスタマーもう36億。結局さ、こいつがなんか13億とか15億とかの被害が出てたけどさ、俺からしたらさ、25億くらいさ、差を詰められてんのよ。8件、5億5千万、2件、2億。こいつマジで害しか与えてくんねえ、ほんと。もうほんと、基地害だわ、ほんま。もう物件という名の基地を潰していく基地界だわ。ありえないわ。絶対もうターゲット絞ってし。でもな、もう雷神も潰したいしさ。で、俺、ここどこよ。もっかい飛ぶとか、もっかい飛んだらさ、どう近づける？おすすめはどこですか？あ、ちょ、逆に遠くならやめるわ。じゃあ新幹線で行こう。ああ、もう、こんなんだったらもう引き取った方が早いんじゃねって思うけどな。まあ。引き取ることにならない、残念でした。また聞いてね、うる。あ、ちょっと待ってね。ひたちなかに行くか、魚沼か。じゃあ、ひたちなか買いましょう。あ、しかも自分が持ってる物件多いじゃん。オッケー。あ、でもこれなんか潰されんじゃねえか。今買うのが得策かっていうと、あれ？ネモヒラって俺買ってなかったっけ？ 10億の 10% だから。これどう、ちょっと待って。で、どうせまたこいつ向かってくるんだろ？もう離れろよ。こっち来んな。買うなよ、どうせ。お前、バカなの？死ぬの？アホやん、こいつ。って、どうせさ、またさ、おかまほら、あなた言う穴に、穴。ちょっと待って。こっち来んのかよ。しかも俺今、買ったばっかりだべ。マジかよ。ありえねえし、しかもこいつ、しれっと近づいてるし、ゴールに。なんなん？せこい上にさ、うわDNA は、はい、9件の2億5000も大したことね。10件の12億。終わったわ。マジでもう、これ今年どんだけ収支マイナス出てんだ。すすぎるだろ、マジで。違うサイコロじゃない、特急収します。こいつマジで、こいつ自身をもうなんか叩き割りたいわ、ほんまに。名取と天童と、いけねえのかよ。もうこうなったら、じゃあもう一番遠いところで買っていくしか、あ、ちょっと待って、でもな、どれが一番得なんだ？しょぼいな、50億。25% 貸すやん。天童。うわぁ、ちょ、買えないことはないけど。ちょ。名取。あれ？俺の赤貝がなくなってるやん。いや、ここ買う。赤貝買うよ。よし、オッケー。独占だー。たったらーたってたったらーたー。まあ、でもまだ東の方が終わってるだけで、西の方でも俺結構確か物件持ってたはずだから、全体通して300円、のぞみカード、ありがとう！ありがとう！で、こいつまた買ってきてさ、して。で、お前はそうやってしれっと稼ぎやがって、お前自分の被害額くらいなんとか、何々、10月です。ありがとうございます。
蓮根は穴が開いていることから先は延期が見えるということで、もう今ね、あの絶賛絶望の最中ですけどね、どん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 フッティングが減らされて、もうあのこれまでに50億の被害が出ているんでね、はい、どうせ買うんだろう、どうせ。もう、ほんと、バカじゃん、こいつ。そうか、でも今あれか。でもさ、結局、武器から、もう、お前に関して早く戻ってくれてありがとうございます。もうこれ以上自分にも、そしてお前ほんとさっきから言ってきたり、マジで何してんの？何そんなに小銭稼いで自分だけしれっとさ、被害を受けない状態を作ってさ、これちなみにさ、こっちから行くってまで、5を出すか、ワン、まあ、じゃあ、ちょっと待って、陽気ひまと8マスってことは普通にいけるから、ゴー。もうこんだけ被害出したんだからさ、俺にもちょっとなんか、しかも全部赤しかいけねえ、マジか。じゃあ近づこう。はぁ、なんで俺の時だけこんな目に遭うんすか。物件は奪われるわ、金は払わされるわ。あ、もういいですよ、もういいですよ。これがもう1位のね、もう、本領。マジでお前、全身の服という服を全部むしり取って、お前さ、人の物件に何土足で足踏み入れてんの？俺の物件に来るならな、あれやで100億払わなかんの。折り返してマイナスでお金払っちまえよ。ほんでまた行ったり来たりよ。もうさっきがその小銭稼ぎして何が楽しいの、マジで。もうまあマジでって言葉ばっか使ってんだけどさ。3、はい、337秒。これいくくらいだったら、ちょっと待ってね。福島か鳴子は、はい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 、鳴子温泉っていうのがあるんですね。福島は、どうかな。ちょっと5000、あ、でも5000万の 8% だったらまあいいのか。そうだよ、こっちクソだもんな。よし、じゃあ行くか。ちょっと待ってね。なんぼ ?1,2,3,4,5。あ、3億、いいよ。3億程度だったらいいよ。パッとやってやるよ。しゃあ、もうどんどん進むて、あと4ターンで。いや、今年の収益見るんがマジで嫌だなぁ、本当に。いや、久留米のラーメン美味しいことは分かってるんだけど、こいつが持ってることで収益が上がることが本当にもう腹立ちんこだわ、本当にもう。止まんじゃねえよ、何チュッチュして、あ、そういうことか、クソ野郎。最近貧乏神がついてないからすっかり忘れてたわ、そういうシステム。もう暴れ回ってやるよ。周遊、これでどうなる ?11 マス、はい、ついた。ザバーにさらせ、俺につけたところで何にもない。そういうこと自覚した方がいい、バカ姫が。ただの口の悪いやつ。しかもなんならあれ、今貧乏神ちょっと下から来ようとしたよね。あいつショートカットしてやがったぞ。ちゃんと俺が辿った道を辿りなさいよ。はい、ありがとうございます。でもな、結局50億の収益、いや違う、50億の赤字が出てるからさ、もう。あー、特急集、特急集、あ、のぞみも、うわ、どうしよう。ホストビアルからぶっ飛び、どこに行くか分かんない、怖いから、ちょっとこれやめとこうか。はい、雷神さん、去年一昨年と俺のことをね、散々苦しめてきやがったから、ね、たまには苦しめてよ。死刑な、随分と近いところでございますね。よし、じゃあ、オナニ、じゃあ、はい、そう、あと10、もう10億あったらな、突然できたんだけどな、10億の物件を買い占めるっていうのはなかなかできないことですからね。言うてまだね、10分の1なんですよ。10分の1でまだこの状態ですからね。なんかしれっと上がってない？ 3360 万から4200万にしれっと上がってんじゃん。何やってんだよ。うわ、しかもこいつ、ああですよね、なんかこれ出る気がしたんだよ。しかも特急、あ、特急は大したことないからいいや。え、しかも、ああ、しかも今この場でやんの、え、どうなる、ああ、松島、マジかよ、帰んのかよ。牡蠣丼とかめちゃめちゃ甘そう、牡蠣バーガーとか最高じゃん、たまらん、チキショーだべ。こいつは本当にマジで何してんの？ウルリン、ウルリン、あ、8800万。で、ペイペイするのはいいんだけどさ、ペイペイした後にさ、ちゃんとお金、あれ、プールされてんの？どっかに。ただ、チャージさせられてさ、使いマシンでしたみたいな、そういうオチじゃないの？
じゃあ気仙沼行きましょう。気仙沼ってホヤとかが美味しいんだっけ、確か。ホヤのね、あのお寿司がさ、ほらスシローで一時期やってた時期あったじゃないですか。あの独特の食感と、あのちょっとその磯臭い感じの、あのたまらないよね。あの磯臭ってなんであんなにさ、こう神秘的なあの香りでうまいんだろうね。こいつマジでこれだけで、はぁ、また上がってんじゃねえかよ、マジかよ。結局これでこいつ何、1億何千万とか稼いだ。はい、お前にゴールなんか刺し虫に言うって。ナルコー、ナルコケシー、ナルシスト、ああ、そうそう、なんかさ、そのなんかとこれもあるしさ、投資じゃないですか。こんだけ突っ込んでさ、あの毎年決算の時期にこれだけもらいますよみたいな話やっててさ、あのやっぱ古墳不能って何だったっけ、あれだ、なんかあの偉人がついた時にやっぱり自分で一人で戦いますね。1億取られてんじゃん、バカじゃん。もうとりあえず使っていきましょう。じゃーんじゃーんじゃーん、10、お、すげえ、ドキッとした。お、やった、しかも止まれ、ちょ動いて動いて動いて、はい、もうこれは問答無用でいきましょう。一目惚れ水田、一目惚れしちゃいます。ハートがキュンキュン、ミキュンキュン。まだ新ニーサやってない人がいるんですよね。あれさ、特殊ってさ、こうマイナスで考えてる人とかがいるんだけどさ、まあちょっともう時間がなくなってきてるっていうか、もうすぐ3月だからさ、ちょっと次回にこの話題は取っておきたいかなと思うんだけどさ、いや投資はマジでね、プラスに考えた方がいいっすよ。あのね、あの金儲けのためとかじゃないんすよ。うん、そうそう、まあちょっとここら辺の詳しい話はまたあの いつかするわ。あのここで語り始めるとね、はい、おー、生口島ですね。はい、広島県レモン、レモンサワー、レモンサワーが有名ですね。レモンサワーじゃなくてレモンが有名なんですよね。ということで、カレーコール、明治ロマン街並み、あー、ちょっと電子マネーコール、電子マネーがここで買えるんだ。へえー、何があるか。もうなんかここまで来たらさ、全ての物件を買ってさ、てかデストロイマジでいいタイミングだったかもしれないね。デストロイが来ることによってさ、自分も物件を失ってさ、でね、あのどんどんイエーイ、8億一気、なんでたったのに俺5倍で3億いったんだぜ。腹立つわ、ありえないわ。で、生口島に、さすがに生口島の方近づいてくるの、こいつ。お尻コプターやってるやつもいるけどさ。で、どこで着陸するのが一番近いんだろうね。まあでも微妙なところかな。600、あ、でも大阪にたどり着くのがいいのかもしれない。はい、ありがとう。ちゃっちゃっちゃっちゃ。でもこいつしれっと金持ってんだよね。しれっと金持ってるからさ。よし、じゃあ、星飛びしましょう。さあ、近いところはどこだ？まあいいでしょう。これなんて呼ぶの？牛心？牛ふか？わかんない。どこだ、あ、九州っぽいね。九州ですか。はいはいはい、到着でーす。天草四郎時佐だよ。やったー、 20%。 なんかまただ、ご愛好ありがとうございますと思ったんだけど、大したカードがねえな。どうしようかな。周遊、でも周遊めちゃめちゃ持ってるしな。逆にポイントでなんか買う。いや、今はいらないっす、ごめんね。せっかく 20% にしてくれたね。はい、ということでね、10年目、波乱の10年目だったね。やっぱ、あれだね、2桁に乗ったところでね、記念すべき10年目ということで、はい、恐ろしい決算発表になると思います。もう見るの嫌なんだけど、マジで。収益額、そりゃそうだよね。なんで雷神マン、お前はなんで収益マイナスになってんだよ、バカか。何も起こってない。ただ、うろうろうろしてただけなの。これ何？ 7 倍くらいの差がついたのかな。うわー、でも下がって、うわー、やっぱ去年よりは下がってるね。でしれっとね、しれっと雷神社長だけちょっと上がってるんですよね。はい、ということで、ちょっと赤字になってしまったんで、来期はですね、目指す300億っていうところで頑張っていきたいかなというふうに思っております。それがなかったらだって余裕で200億突破してたもんね。マジで悔しいわ。ということで、11年目も頑張っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン押して次回パートもお楽しみください。ではまた、さよなら、バイバイ。